お昼ご飯は何にしようかな。ラーメンもいいな。そばにしようかな。カツ丼も捨てがたいな。ハンバーグ定食かな。よし、決めた。水炊きにしよう。さて、1回の昼食代は90円減って500円と、過去10年間で最低の水準です。ああ、なるほど。そうですか。いや、でもね、昼食代は、500円。甘い。甘いよ。僕の撮影中のお昼代はね、200円。食堂。安いこと。ザルそば180円だから。カレーライスがいくらだっけな ?200 円ぐらいじゃなかったっけ?ラーメン、日替わりラーメンがね、220円。で、味噌ラーメンが180円で、日替わりラーメンが220円で、その日替わりラーメンは味噌ラーメンにバターが入っただけっていう。バターが40円もするっていうね。これバター入れただけじゃんっていうのありまして。ね、バターってやっぱすごいんだなって思いましたね。これにはかなわないでしょう。以上、大野さとしでした。